まずはボリュームを出したい部分にワックスをつけていきます。ワックスをつけることによってアホ毛や髪のまとまり、あとは束感が出やすくなります。ワックスがつけ終わりましたら、今度はスライスを取っていきます。スライスはまっすぐ取るのではなく、少し楕円形になるように取っていきます。コームなどを使って取ってもいいです。そしたら根元からまっすぐ後ろにコーミングしていきます。ゴムで止めます。止まりました。そしたらここからがポイントなんですけれども、ゴムをまとめたところを持ちながらトップに毛束を引き出してボリュームを出していくんですけれども、初めからこの前の方にボリュームを出そうとせずに、ゴムの近くからボリュームを出していきます。で、毛の流れに沿って放射状に毛束を引き出していきます。ゴムから近いところのボリュームが出ましたら、今度は少し離れたトップの位置の毛束を引き出していきます。ここの位置がボリュームが出ましたら、今度はこの分け目の部分の毛束を引き出していってください。そうすることによって、ここの分け目と上の分け目と下の部分がはっきりとせずに馴染むようになります。あとはもう全体的なバランスを見ながらニュアンスで毛束を引き出して自然な感じに仕上げてください。はい、いかがだったでしょうか。このトップにボリュームを出すことができると、サイドの毛を集めてきてまとめてハーフアップにすることもできますし、いろんなアップのアレンジができますので、ぜひこのトップのボリュームを出す作り方をマスターしてください。